ホテルが建設されるのは伝承館のすぐそばにあるこちらの広大な敷地です。原子力災害を受けた双葉町だからこそできる国際会議の誘致につなげていきます。双葉町中野地区、町が働く拠点として整備するエリアに来年の開業を予定しているのが、会議や研修を主な目的にしたカンファレンスホテル再び。ホテルは5階建てで客室数は100、最大400平方メートル以上のカンファレンスルーム4室が併設され、国際会議への対応も可能です。そこに来てみようというふうに思う企業関係者や学会の関係者が一人でもいれば、多分将来にわたってそういうここで人が集うということが、会議が行われていることが多分できるんだろうというふうに思います。えいえいえい。今日行われた地鎮祭には伊沢町長など関係者が出席し、工事の安全を祈願しました。来られた皆さんには非常にいい環境でこの双葉町の復興というのを、確認をしていただけるような場所になるんだろうというふうにして思っております。双葉町にたくさんの再びをもたらす、その願いが込められたホテルでは、今後インバウンドを含む観光客の受け入れや国際会議の誘致などが進められる予定です。